今日私は扇の千山麓の森ヤオガエル大繁殖地にやってきました。今回は産卵風景を見ることができないかなと思って、その機会を狙っておりました。例の池を見に行ってきましょう。いつもの湿地帯に近づいてきましたところ、カエルの声がたくさん聞こえてきました。こちらがいつも紹介する一番大きな水たまりの場所です。水たまりの向こう側にある七かまどの木などに大きな卵がたくさんついていますね。実は1週間前にこの場所に来てみたんですが、一個も卵はついていませんでした。ですのでこの1週間の間にこれだけの卵が産みつけられたということになります。道路の下の方に見えています。この水路のあたりに回ってみましょう。はい、今回も蛇がいると怖いので長靴を履いてきております。さっき一匹水の中を泳ぐのが見えたんですが、ちょっと見失ってしまいました。この辺りで鳴いているんですけど、いい天気になってきましたね。さっき一匹だけ撮影に成功したんですが、こちらが動いたり足音を立てたりしますとすぐに逃げられてしまいました。しばらく静寂が続いております。じっと忍耐強く待っていれば鳴き始めますね。4時50分になりましたね。ここに到着してから1時間10分ぐらいが過ぎてしまいました。日がだいぶ西に傾きました。5時49分ですね。これから夕食の用意をします。今日は6月に入ったばかりでありまして、山の上はまだ寒いんじゃないかと思いまして、鍋もどきをすることにしました。今白菜がありませんので、代わりにキャベツを使ったりしながらやってみたいと思います。味付けはですね、このキャベツにフロコがついていたんです。キャベツと鶏肉の蒸し煮をと書いてあるんですが、今日は鶏肉じゃなしに豚肉を持ってきてしまいました。多分美味しく食べることはできるんじゃないかと思いまして、こういう用意をしてきました。こちら椎茸を切ってきたものであります。一番下に置きまして、はい、はい、一番の弱火で温めていきます。今日はですね、ビールではなくてワインを持ってきました。北条ワインという鳥取県産のワインです。とても美味しいワインです。
いい匂いがしてます。いつも持ち歩いているおチョコで飲むことにします。これで乾杯します。モリヤオガエルの繁栄を願って乾杯。うん、美味しい美味しい。甘くて美味しいです。すごく甘い。はい、入れました。はい、傘が小さくなったところで豚肉を入れてみます。ちょっと豆腐が柔らかすぎますね。入れてしまいましょう。では煮えるまでの間、タコからいただきます。うん、適度に塩味がついてて美味しいです。全く雲がなくなりましたね。すごい。中国地方も、梅雨に入りまして、台風2号というのが近づいてきて、前線を刺激して大雨になるんじゃないかというので、列車まで止まってしまってたんですが、心配されたほど大雨にはなりませんでした。多分この場所にやってくることできるんじゃないかなと思ってやってきました。大丈夫でしたね。崖崩れとか全くありませんでした。ではいただきます。うん、結構しっかり味がついてて美味しいですね。元々のソースから味がついたのか、このウインナーソーセージも結構味がありますので、これからついたのかちょっとよくわからないんですけど、でも全体として美味しい味になってます。アルコールに合いますね。ビールがあってもよかったかもわかりません。6時30分ですね。こちらの方は影になってきました。あっという間でしたね。すぐそこまで日が当たってたのに、すぐ日が陰ってしまいました。ちょっと肌寒い感じ。気温がですね、16度、湿度が 44%、 過ごしやすいです。モズがしきりに警戒音を発しますね。いつも同じところに巣を作ってるのかな。以前来た時もモズが騒いでいましたね。はい、できてるようですね。煮えました。食べてみましょう。おいしい。味が染み込んで美味しくできています。やけどしますね。熱い。はい、ごちそうさまでした。全部平らげました。7時8分なんですね。黄昏のいい時間帯ですね。こちらが西の方角なんです。ですが、私ここに来るといつも東西南北が逆に感じてしまうんです。ああ、よだかが泣き出しましたね。
月が昇ってきました。やっぱりこちらが東なんですね。今私はライトをつけないで月明かりの中で過ごしています。明日が満月とあってとても明るいですね。小さい焚き火をやってみましょう。素晴らしいですね。一発でつきます。そうか、こちらの、マッチのこちら側のところは着火剤でできてるんですね。なるほど。まあいい火が燃えてきましたね。まあ、ちょっと熊よけをしておきましょうか。朝の6時35分になりました。気温13度となっております。今日も多少薄雲はありますが良い天気です。この辺りは標高が1000メートルぐらいありますから、七かまどが今花盛りという感じです。谷うつぎがちょうど花盛りという感じですね。はい、それではいただきます。8時41分になりました。後片付けを終わりました。前回はちょうどこの辺りの対岸あたりまで入ったわけですが、もう少し向こう側まで回れたら回ってみたいと思います。向こうの方にもたくさん卵がありますのでね、何か発見ができるかも分かりません。はい、向こうから見えていたほぼ一番奥のところまでやってきてみました。ですがカエルの姿は見られませんね。私が池のところを去った後、水鳥が来ました。こちらに気づいたんでしょうかね。逃げてしまいましたね。ちょうど真上でツツドリが鳴き始めましたね。この大きなブナの木の上、ほら姿は見えないんですが、すぐ真上です。おやおや、ここにはキノコとギンリョウソウが一緒に生えています。さあ、そろそろ帰ることにします。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。